人におすすめすることってないけど、でも個人的には神だと思っているプラグインが結構あったりするんで、何が楽かっていうと、設定とかほぼ何もいらない,い,らないんで、このプラグイン使うと、あの、専門知識なく無料でできるんで、とおすすめですね。まじ神プラグインだと思う。<music> では、今日の動画なんですけど、今日は、 ワードプレスの個人的紙プラグイン7000というテーマでやっていこうかなと思います。まあワードプレスね、おすすめのワードプレスはこれだよっていう話をすることがあるんですけど、まあそれって言ってしまうと、なんかブログ初心者の人にこれがおすすめだよっていうもので、まあ割とこのプラグインだったらみんな入れといたらみたいなものが多いんですよね。でもワードプレスのプラグインってほんまにめちゃめちゃ数いっぱいあって、で、 あんまり人にお勧めすることってないけど、でも個人的には神だと思っているプラグインが結構あったりするんで、今日はね、そんなマニアックなプラグインを紹介していければなと思います。まあマニアックなプラグインだけど、まあブログウェイとかには役に立つし、自分自身もまあかなりね、使ってるようなプラグインだったりするので、まあぜひ興味があれば最後まで見てください。ということでマニアックなワードプレスプラグインやっていきましょう。なず一つ目のプラグインが、イメージウォーターマークですね。 まあ、ウォーターマークって聞いてもあんまりピンとこないかもしれないですけど、要するに透かしですね。で、このプラグイン使うと何ができるかっていうとですね、画像に透かしを入れることができます。で、なんで画像にスかしを入れるかっていうと、その、例えばね、自分自身で何か写真を撮ってそれをブログに使っていたりすると、それを勝手に持ってかれちゃったりするんですよ。 まあ、要は他のブログ運営者が、あ、この写真いいやんって言って持って行ってしまう。当然、著作権的にはダメなんですけど、ただその著作権のことを知らないとか、まあ、人によっては著作権違反だとしても訴えられることはないだろうと言って勝手に持って行ったりするんですけど、まあ、運営者としては困るわけじゃないですか。自分で撮影した写真なので、他の人に持って行かれちゃうとね、困るので、まあ、そういう時にどうするかっていうと、スカシを入れるんですけど、普通、スカシを入れる時って、それどうするかっていうとね、あの、ブログに、 アップロードする前に自分自身で画像編集ソフトみたいなのを使って自分の例えばドメインとかブログ名とかそういうのを画像の一部に埋め込んでまあこれは自分のブログの画像ですよっていうのをわかるようにするんですけどこのプラグイン使うとそういう画像の編集とかせずにワードプレスにそのままアップロードすると透かしみたいなのを入れることができるんですだからめちゃめちゃ楽ですでまあこの プラグインね、あの、使うと、その透かしでどの画像を入れるかっていうのを選択できるのとか、あとはどの位置に入れるのか。まあ、9つで、えっと、画像を9等分して、えっと、そのどこに入れるのかっていうので、まあ、デフォルト右下に入るようになるんですけど、まあ、真ん中に入れたいとか、右上に入れたいとか、人によって違うと思うので、そういう位置を選べたりします。はい、めっちゃいいですね。まあ、デメリットを言うとすると、まあ、機械的に透かしが入るので、 だから画像ごとの微調整みたいなのはできなかったりするんですけど、まあそれでもめちゃめちゃいいと思いますね。その一枚一枚、特に画像をたくさん使っているようなところで一枚一枚ね、自分で編集してっていうのは単純作業かもしれないですけど、めちゃくちゃめんどくさいので、まあそれが自動的にできるので、まあかなりおすすめですね。はい、ちなみにどんな感じのものかを実際にちょっと見せようかなと思います。はい、これ検証用に作ったワールドプレスなんですけど、 はい。イメージウォーターマークの、まあ、設定画面ですね。基本的に英語なんですけど、まあ、この設定画面で設定していきます。でも、そんなにめんどくさいことは別にないです。えっ、ー、と、この辺の、まあ、オートマティックウォーターマーキング。まあ、自動的に、てか、そのウォーターマーク、スカシを入れるっていうのにチェックをして、あと、手動でスカシを入れるとか、削除するとか、そういうのをメディアライブラリーでできるようになるんですけど、それも、まあ、チェック入れておいて、あとはどこで、そのスカシを有効にするかで、 まあ自分が使ってるサイズで選んだらいいんですけど、まあフル、ラージ、ミディアムとか。まあこの辺を選んどいたらとりあえずいいのかなと思います。まあサムネとかはね、さすがに透かしいらないと思うので、僕はサムネとかは使わないことが多いです。はい、あとさっき言った、スカシを入れる位置ですね。それがこれですね。まあ右下でいいんだったらこのままで。真ん中に入れたいんだったらここで、みたいな感じで。で、今、安部さん設定してあります。まあ自分が透かしで入れたい画像ですね。 で、その透かしのサイズに関しても、まあいろんな指定ができますと。まあ基本的にはスケール順にしといて、えー、っと、ここで、ウォーターマークスケールで、その透かしの大きさを選んでやる。まあ今20になってますけど、これはね、自分の設定した、あの、画像で違うと思うんでね。まあ結構大きめの画像なんで、915×1113 ピクセル。みたいな画像なので、まあ結構小さめでね。はい、設定していますけども。 そんな感じですね。まあ、基本的にはこんなもんです。あと、その、イメージプロテクションで画像保護みたいなこともできるんですけど、基本的にこの辺何もしない方がいいです。あの、右クリックを禁止するとかね、ドラッグドロップを、ま、使えなくするとか、なろいあるんですけど、まあ、そういうのやると、読者側というか、ユーザー側が使いにくくなっちゃうので、基本的にこの辺は何もしないのがおすすめですね。はい、そうするとね、どういう感じになるかっていうと、 えーっと。はい、えっと、手動で、ウォーターマークつけられるようにするとこんな感じで、イメージウォーターマークで、えー、っと、ウォーターマークをつけるのと、ウォーターマークを作業するっていうのも出てきます。例えば、これとか押してやると。はい、まあ、これでね、ウォーターマークつけることができます。まあ、キャッシュとかが残るかもしれないんで、 もしかしたらこの状態では出てことないかもしれないですけど。まあ本来であればね、この状態で出ます。えっと、今は、えっと、これある、もうすでにアップロードされてる画像なんで何も出てきてない、ないですけど。えっと、これから新規でアップロードするものは、アップロードされたらそこに透かしが入るような感じですね。まあ消したいやつは消すこともできるので。はい、そんな感じですね。もうあと画像の使い方とかは基本的に同じですね。普通に他の画像と同じように使ってやれば大丈夫です。 はい。もうメディアライブラリーから選んでやると。いう感じですね。はい。まあ、このままやってやれば、えっ、ー、と、どんどん透かしが入っていくような状態になります。はい。まあ、便利なんでね。まあ、その透かしとか入れてる人は、イメージボーターマーク使ってもらうといいんじゃないかなと思います。はい。で、今の流れで、まあ、画像のね、メディアライブラリーのとこを見せて、 あれ自分のやつと違うなと思った人がいるかもしれないんですけど。まあそれもね、次のプラグインで解説をしていきます。えっ、ー、と、次のプラグインが、ファイルバードっていうプラグインですね。で、これ何かっていうと、あの、もう見てわかる通り、その画像のメディアライブラリーのフォルダ分けができるプラグインです。マジ紙プラグインだと思う。すごくないですか普通に。 あの、ブログ名とかある程度やってる人だったらわかると思うんですけど、メディアライブラリーの画像増えすぎてやばいことになってないですかどんどん素材とか突っ込んだりとか、あと自分のレビューで使った画像とかっていうのを一緒くたに掘り込んでいくと、後でもう訳分かんなくなっちゃうんですよね。もうどこに何があるか分かんなくなって探すのがめっちゃ大変だと。そういう時にこのプラグイン使って、えっと中でフォルダ作ることができるので、もうフォルダを作っておく。まあ、新規フォルダのね。あの、何でもいいんですけど、こういうふうにフォルダを作っておいて、 で、あとは、ここにボンボン写真とかを突っ込んでいけば、ええー、と、こんな感じで、フォルダごとに表示することができる。だから、今言ったみたいな、レビューみたいな写真は、レビューっていうフォルダを作っといて、そこに突っ込んで、で、素材とかは素材フォルダに突っ込んでおくと、なんか、レビューのフォルダの中を見ると、そのビデオライブラリーね、そこに登録されたものだけが見れるという。もう画像を探す手間が減るので、めちゃめちゃ生産性上がりますね。まあ、これはほんまに入れた方がいい。もう、思考停止でもいい。思考停止で入れてもいいぐらいですね。 はい。まあ僕らって基本、なんかその、割と特殊なサイト運営するんで、そんなね、普通にブログをやってて、そんなに画像をめちゃめちゃ使うことって、まあ人によってはあるんですけど、まあそこまで画像を使う人って多くないと思うんですけど、まあ通常のね、そのアフィリエイトとかを除いた趣味のブログ運営とかだと。でも、こう収益ブログを作っていくってなると、やっぱりね、素材画像とかもいっぱい使うし、レビューの画像とかもめちゃめちゃ使うんで、だからメディアライブラリー大変なことになるんですけど、何千枚とかって写真入ってる人、珍しくないんですけど、 でもそうなっていくと、やっぱり画像を発掘するのがすごい時間かかると。だからそういう手間がなくなるんで、ほんまに入れた方がいい。めっちゃいいプラグインだと思います。はい。そして続いてのプラグインが、Remember Me Control ですね。まあ、これもね、すごい個人的には便利なプラグインだなと思いますで。これ何かっていうとですね、このプラグインはログイン期間を延長することができるプラグインです。はい。だからワールドプレスとかね、自分が管理してるやつとかに、 あの、入ろうとすると、たまにログアウトされて、まあ、再度ログインを要求されたりしますよね。それ何かっていうと、ワードプレスってデフォルトで2週間でログアウトするようになっちゃってるんですよ。まあ、セキュリティ的にね。だから、ログインしててずっと使ってても2週間すると、ログアウトしてしまうので、もう1回ログインしなきゃいけない。まあ、それってね、割とめんどくさかったりしますよね。まあ、ログアウトされた時にもう1回ログインするって、まあ、運営するサイトが増えてくると、あ,あ、またログインしなきゃいけないんだ、みたいなのが増えてきて、結構めんどくさかったりするんで。 で、その時に、このプラグインね、remember me control っていうのを使うと、あの、そのログアウトの期間っていうのを延長することができます。はい。まあ、極端な話、あの、永遠にログアウトしないっていう設定にもできるんですよ。まあ、永遠って、あの、別に永遠があるわけじゃないんですけど、あの、100年に設定することができる。まあ、100年って。まあ、ね、あの、100年以上生きる人はなかなかいないと思うんで、まあ、これは実質永遠と言ってもいいんじゃないかな、ということで。 はい。まあ、そうなると、あの、勝手にログアウトするっていうことがなくなるんで、だからログインするっていう手間が減ります。ただ、注意してほしいのは、あの、ログアウトをしなくなるんで、あの、セキュリティ的には良くないので、まあ、その辺だけ注意してほしいなと思います。まあ、セキュリティ的に、まあ、あんまり良くないっていうのを承知の上で使うんだったら使ってください。まあ、僕も全部のサイトで別にこれ入れてるわけではないです。入れてないやつも多いです。まあ、ただ、なんだろ、別に、うーんなんかハッキングされたりしてもいいやっていう、まあ、重要度の低いものとかあったりするんで、 あの、そういうものに関しては入れたりしてますね。はい。ちなみにこれもね、どんな感じで設定するのかっていうのを軽く見せましょう。もうこれもめっちゃ単純です。ちなみに、プラグインは基本的に英語なんで、英語が嫌いな人は頑張ってください。まあ翻訳とか使えばいいんですけどね。これですね。これ、リメンバーミーコントロールの設定画面ですね。はい。ということで、まあこんな感じの設定がありますと。まあここで、もほんまあ、に設定項目シンプルですね。 これで一番、えっと、設定することが多いのか。まあ、この二つのどっちかですね。あの、こっちの上の方が、あの、remember forever なんで、これ、えっと、さっき言った永遠にログアウトしなくなるやつですね。まあ、これにも書いてあるんですけどね。あの、100年だっていうふうに書いてあるんですけど。まあ、ずっとログアウトしたくない方はこれにチェック入れてください。別にずっとじゃなくて、えっと、もっと、まあ、デフォルト2週間なんだけど、それよりもっと長い期間で指定したいっていう場合ね。 まあ、ここに、えっと、突っ込んでください。はい。ワードプレスのデフォルトが336の2週間になってるんで。あと時間ですね。はい。だから、これの倍の672時間にすると1ヶ月間ログアウトしなくなります。なんで1ヶ月間はログインする手間がなくなるので、まあ、便利ですね。はい。で、まあ、これチェックするかどうかは別にどっちでもいいです。まあ、チェックしといてもいいです。あの、チェックするとちょっとだけ、なんだろう、楽になります。これ何かっていうと、 ログイン状態を保持するみたいな。あのチェックボックスに自動的にチェックを入れてくれるっていうやつですね。はい。だから基本的にはまあ、自分のブログ、自分のパソコンで自分のワードプレスを操作するときは、まあこれチェック入れる方が多いと思うんですけど、まあチェック入れ忘れたりするとね、まあすぐにログインできなくなってるか、すぐにログアウトしてしまったりして、もう一回ログインしなきゃいけないってめんどくさくなったりするんで、まあだから自動的に入る方が楽なんで、まあでもほんまにちょっとのことなんで、別にこれチェック入れても入れなくてもどっちでもいいですね。 はい、そんな感じですね。で、一番下はチェック入れないです。一番下チェック入れると、まあ、この、機能使えなくなっちゃうので。はい、ということで、次行きましょう。続いてのプラグインが、ワードフェンスセキュリティですね。はい、まあ、セキュリティっていう名前の通りなんですけど、まあ、さっき、セキュリティ系のプラグインです。さっきね、その、リメンバーミーコントロールとか使うと、あの、ログアウトしなくなって、 というので、ログインする手間が減るっていう話をしたんですけど、まあ、ただその分、セキュリティ的には脆弱になってしまうので、まあ、あんまり良くないということで。じゃあ、まあ、ログインで、あの、不正アクセスとかをなくすためにはどうするかっていうと、まあ、完全になくすっていうのは当然できないんですけど、なるべく、その、ログインとかを強化するために、一番手っ取り早いのって、二段階認証を入れることなんですよ。 二段階認証ね。まあ、いろんなサービスとか使ってると二段階認証とかあったりするんですけど、あれやっぱめっちゃ強いんですよね。ID とパスワードを破られたとしても、二段階認証を設定していると、まあ、まず、えっと、ログインというか、まあ、その二段階認証を突破するっていうのは、まあ、ほぼ不可能なんで、だからほぼログインされること、まあ、侵入されることっていうのがなくなるんですけど、まあ、このワードフェンスセキュリティ使うと、そのログインで二段階認証っていうのを設定することが、 できるようになります。なので、ログイン画面からの不正アクセスとか侵入っていうのはほぼ、これでなくなるかなと思います。ただ、それでハッキング完全にされないかって言われたら全然そんなことはなくて、あの、その他は別にワードプレスとかテーマとかプラグインとか、まあいろんなところに脆弱性あったりするんで、まあそういうところは注意が必要ではあるんですけど、まあ、でもね、ログイン画面から突破されることっていうのも多いので、まあその辺を減らすっていう意味ではこういうのを導入しといてもいいのかなと思います。はい。で、ワードオフェンス地あの、セキュリティの場合は、別に、 二段階認証するためのプラグインではなくて、あの、その他のセキュリティ対策とかそういうのもめちゃめちゃいっぱいついてるので、だから個人的には結構おすすめですね。ただ、あの、僕、w e b s o k t v でね、サイトガードとかをおすすめしてたりするんですけど、あの、サイトガードとこっちの、なんだ、ファードフェンスセキュリティみたいなのを、どっちも導入してしまうと意味わかんなくなるので、あんまり併用しないようにしてください。まあ、プラグインとしてはね、まあ、機能が別々なんですけど、重複する部分もあったりするんで、まあ、重複したりするとね、ややこしくなって、 あの、不具合とか引き起こす原因になったりするので。なので、まあ、それとの併用はやめた方がいいかなと思います。なんで、二段階認証を使いたい人は、あの、こっちのワードフェンスにセキュリティとかに乗り換えてもいいのかなと思います。あの、サイトガードの方がね、二段階認証とかできないんですよね。なので、まあ別に、えっと、ワード、っねえっと、サイトガードを使ってて、二段階認証のための、そのプラグインを入れて、それで別にやってもいいんですけど、まあ、ワードフェンスセキュリティだったら、まあ、その辺っていうのが一緒になるので、ね、 まあ楽かなっていうところで。まあどっちが楽かっていうのはね。あの人によるんで。で、まあサイトガードの方でちょっとだけ、もうちょっとだけ話をするとですね。まあ僕も割と YouTube でサイトガードを紹介することが多いんですよ。で、なんで、まあ今回はワードフェンスセキュリティ正義紹介しといて、いつもはサイトガードの方を紹介するかっていうとですね。僕がサイトガードの方を紹介するのは、えっとね、楽なんですよ。サイトガードって。何が楽かっていうと、設定とかほぼ何もいらない、いらないんで。 まあ、要するに、プラグイン入れて、有効化してやれば、もうそれだけで、えっと、ある程度、まあ、セキュリティ的に、えっと、いい状態に持っていける。で、ライセンスキーとかもいらないんですよね。割とセキュリティ系のプラグインだと、ライセンスキーとか必要だったりするんで、まあ、その辺が手間かなと思って、まあ、ライセンスキーいるんだったら、じゃあ、いらないとかって言って、まあ、設定しないというか、悪 あの、ワールドプレスね、プラグイン入れてくれない人とか出てきそうなんですけど、まあそうなるとあんまセキュリティできなくないんで、まあだったら有効化したらすぐに使えるサイトガードとかいいんじゃないみたいな。まああと、サイトガードはね、あの国産のプラグインなんですよね。国産プラグインって珍しくて、あの特にセキュリティ系のプラグインってほぼほぼ海外製が多いんですけど、サイトガードはあの国内の企業を作ってるんで、だから基本日本語なんですよね。まあその辺も割と導入のハードルが低くていいなと思うところですね。 はい。まあ、とはいえ、あの、ワードフェンスセキュリティとかね、そういうものも、じゃあ全部が全部英語かって言われたらそんなことはないんですけど、まあでもやっぱり、あの、海外のものがね、日本語にこう翻訳されていたりするんで、なんか若干おかしなところがあったりとか、英語がすごい残ってるみたいなとこあったりするんで。はい。まあ、あと、サイトワードの方だと、まあ、イン時にメールの通知が飛んだりして便利だなと思ったりとか。はい。まあ、それは別に他のセキュリティ系のところでもあるんですけど。 ま、ただ問題としてね、たまに言われるのが、あの、ログインできなくなる問題ね。はい、サイトガードの方でもね、たまにあの問題起こるんですけど、その問題が結構でかくて、あの、たまにログインできなくなったりするんですよ。あのですね、僕はね、普通にそういうのあったりして、サイトガード使ってて、サイトガード使うと、ログインするときに ID、パスワード以外に画像認証みたいなんで、まあ、その画像に表示されてる文字を打ちなさいってよくあるじゃないですか。あれを自分のワードプレスにも導入することができるんですけど、あの画像認証がね、表示されなくなったりするんですよね。 まあそれめっちゃ困るんですけど。まあそういう不具合があったりする。はい。まあなんですけど、まあそれ自体はね、あの、じゃあそれがめちゃめちゃ頻繁に起こるかって言ったら別にそうでもないし、まあそういうことがあっても、一応ね、それを解決する方法っていうのは全然あるので、うまあだから、まあどんなプラグイン使ってたって、その不具合だとかそういうのは起こる可能性あるんで、まあっていう意味では、まあとりあえずサイト側と使っていてもいいんじゃないかなとは思います。はい。他のセキュリティ 系のプラグインだったらら絶対不具合起こらないかっていうはい。で、まあ一応ね、利用者の違いですね。あの、サイトガードとワードフェンスセキュリティの方で、まあ簡単に違いの方をまとめておくと、とりあえずサイトガードの方には2段階認証の機能ないです。なので2段階認証を使いたいんだったら、まあワードフェンスセキュリティを使うか、もしくは2段階認証のプラグインをなんか入れてください。 はい。ただ、えっ、ー、と、サイトガードの方はすごいシンプルなので、あの、ライセンスキーとか不要で有効化す,すれば、すぐに使えるっていうのはいいところかなと思います。まあ、ワードフェンスセキュリティの方が、でね、この機能ですね、二段階認証くっついてたりとか、まあ、あと、それ以外にですね、あの、怪しいファイルとか、コールとか、その辺の、まあ、データが改ざんされてるかどうかをスキャンできる機能がくっついてたりするんです。まあ、それ結構いいよなと思いますよね。まあ、さっきこう、二段階認証とか導入すると、ログイン画面から、あの、侵入されることがね、 激減するという話をしたんですけど、ただ実際にはウィン画面を突破されなくても、あの、侵入されるってあるんですよね。まあ、それはサーバーの方のセキュリティを破られて入られてしまうとか。はい。まあ、そういうことがあったりするんで。で、そうなると、そのワールドプレスとかね、そのシステムの中に、その悪質なコードとかファイルとか、そういうのを仕込まれたりすることがあるんです、ね。まあ、そうすると自由に、こう、出入りできるようになっちゃうんですけど、 ま、そのハッカーというかクラッカーと言われる人たちがね。で、そういうものがないかあるかないかっていうのをちゃんとチェックしてくれるっていうことですね。はい。まあ、正常なやつと、こう、このワードフェンスのやつが、えっと、まあ、ファイルとかコードっていうのを比較してくれて、なんか怪しそうなのがあったら警告を出してくれると。まあ、これに関しては、あの、そういうのしないと基本的には運用してても絶対気づけないんで、まあ、だからこういうものでね、 あの、そういう、なんかデータ改ざんされてるかとか、そういうのを定期的にチェックをしておくっていうのはいいんじゃないかなと、個人的に思っています。まあ、いろいろ言ったんですけど、まあでも、こっちのワールドフェンスセキュリティの方も別に使うハードルがそんな低いかって言われた、あ、高いかって言われたら別にそんな高くないです。あの、普通に、全然簡単に使えます。で、それに関しても、ちらっと見せると。はい、これですね。まあ、これが、あの、ワールドフェンスのダッシュボードなんですけど。まあ、これ、えっと、開発環境なんで、別に普段、 これを使ってるっていうわけではないんですけど。まあ、こんな感じの画面ですね。はい。で、えっとね、このワードフェンスに関しては、ライセンスキーが必要になります。なので、無料登録してライセンスキーを取得するということをやらなければいけないです。まあ、ただ、これめちゃめちゃ簡単で、っとメールアドレスに入力すれば、ライセンスキー届くんで、それを入れるだけですね。なんでめんどくさい登録とかは全然何もいらないです。まあ、管理画面でね、ライセンスキー入れてやれば、それで OK です。はい。 こんな感じですね。まあ、ここにライセンスキーをぶっ込んでやると。思いっきりライセンスキーが映ってますけど、ま、あいいでしょう。<laughs> はい。で、あと、あのー、あれですね。さっき言ってた、二段階認証のやつはこれですね。はい。まあ、ここからね、二段階認証のやつを設定してやればいいです。まあ、これも全然簡単ですね。えっ、ー、と、ここに QR コード映ってるんですけど、まあ、これ、えっ、ー、と、YouTube で上げるときには、ちょっと隠してほしいんですけど、 あの、この QR コードを2段階認証のアプリ、あの、Google オーセンティケーターみたいなやつで読み込んでもらって、そこで出てきたコードを、えっと、ここに突っ込んでやるだけです。で、これが、えっと、リカバリーコードになるんで、まあ、これは別のところで保存しといてください。えっと、これをなくしてしまうと、あの、スマホとかなくなってね、2段階認証を突破で,できなくなった時に、えっと、このリ,パリカバリーコードないと、自分のブログに一生入れなくなっちゃったりするんで。はい。 まあそんな感じで、えに中に認証もね、設定することができます。まあ言うて、あのー、まあ自分のブログにね、一生入れないって言ったって、まあやりようはいろいろあるんですけど。はい、まあこれをね、保存しておく方が何かあった時の安心なので、まあぜひ覚えておいてください。はい、そして続いてのマニアックなプラグインが、サーチメーターですね。サーチメーターって読むのかわかんないですけど、サーチメーターって読んでおきます。 これ何かっていうとですね、えっと、サイト内検索を簡易に集計してくれるプラグインですね。まあ、サイト内検索とか、あの、ブログに導入してる人って結構ですね。なんかわかんないことあったら、こっから検索してね、みたいなのをサイドバーとか、いろんなところに載せてる人って多いと思うんですけど、まあ、そこから検索された動くクエリーを集計してくれるという感じですね。で、そのサイト内検索で検索されたクエリーって、やっぱり読者が知りたいこととか、 なので、まあ要するに読者の重要ですよね。なのでそういうサイト内検索のクエリを把握しておくと自分がどういう記事を書いていけばいいのかっていう参考になるので。はい、だからこれもね、割と使っていけるといいんじゃないかなと思っています。えっ、ー、と、ちなみに実際にどんな感じかっていうとですね、まあこれね、何がいいかっていうとすごいシンプルなんですよね。画面がすごいシンプルで。わかりやすいんで。まあ誰でもすぐに使えるですし。 はい、こんな感じです。えっ、ー、と、これ僕のアフリーノートですね。アフリーノートの、えっ、ー、と、実際の、サーチメーターの画面なんですけど、まあ、昨日と今日で検索されてるやつ、で、過去7日間、過去30日間で検索されてるものですね。はい、こんな感じの国で検索されている。だから、まとめとか、リード文とキーワード、まとめ記事、タイトル、本文、おすすめボタン。 検索いートとか。まあ、こういうもので検索されていますと。いうのがわかるので、まあ、じゃあ、こういうふうな、僕でたくさん検索されてるんだったら、じゃあ、こういう記事を書こうとか。まあ、そういうふうに判断することができるっていう感じですね。まあ、これとか、例えば、ウーバーサジェストっていうので、検索があるんですけど、僕、ウーバーサジェストとかね、アフリノートで記事書いてないと思うんで、だから、ウーバーサリストで記事書こうとか。まあ、そういうふうに考えられるってことですね。 はい。まあ、この辺で出てきてるのは、でも基本的には WebSockTV で解説したものが多いのかなと思います。まとめとかリード文とか検索意図とか、まあそういうものですね。なので、まあそれをね、改めてブログで学びたいと思って検索してくれてる人が多いのかな、みたいな。あの、これ別に設定とか必要ないですね。はい、有効化してやれば使えるので、ぜひ興味あれば使ってみてください。そして続いてのマニアックなプラグインが WP カスタムフィールドサーチですね。 ま、これだけ聞いても意味わかんないと思いますけど、これ何かっていうとですね、絞り込み検索を実装するためのプラグインですね。はい、絞り込み検索って、なんとなくピンときますか。あのね、カードローンとかクレジットカードとか、そういうところのサイトだとよく絞り込み検索ってついてるんですけど、まあ、要するに複数の条件とかを入れて、その条件に合致する検索結果を出すみたいなのが、このプラグインでできることですね。 まあそうすると、結局自分に最適なものを見つけやすくなるので、制約率上がります。なので、割と複雑な条件とかで、案件とかを提案したい場合とかは、こういう絞り込み検索を入れてやると、あの制約率上がるんで、入れた方がいいかなと思います。で、普通そういうのを作ろうと思うと、まあ要するに専門的な知識とかね、必要になったりとか、まあエンジニアさんに頼むんだったらお金払わなきゃいけないんですけど、まあこのプラグイン使うと、あの専門知識なく無料でできるんで、まあ割とおすすめですね。 はい。ちなみに、絞り込み検索ピンとこない方のために言うと、ちょっとサンプルサンプルというか、えっ、ー、と、このプラグインで作ったものではないんですけど、えっ、ー、と、絞り込み検索のイメージをね、掴んでもらうために、一個サンプル見せます。はい。これ、うちがやってる子育て相談 .com っていうサイトなんですけど、まあ、サイトっていうかサービスか。ウェブサービスなんですけど、えっ、ー、と、ここの、ここにくっついてるのが、絞り込み検索ですね。 まあ子育ての悩みを専門家に相談できるっていうウェブサービスなんですけど、まあその、えっ、ー、と Q&A っていうのを検索する、できるようになっています。まあこれに関しては自前で実装しちゃってるんで、このプラグインでやってるわけではないんですけど。はい。なので、例えば、えっ、ー、と相談のカテゴリーとかを選んで、あとは、なんだろうな、ピンポイント検索とか。えっ、ー、と、生後1歳の女の子。 で、カテゴリーが子育てに所属する Q&A を検索するみたいな。まあ、語句とかね。あとは、回答した専門家とか、もうこんな感じで選べるようになっています。まあ、これ実際に検索してみると、まあ、これが出てくるかわかんないですけど、出てきますね。はい。えっ、ー、と、1歳の女の子に関するもので、まあ、カテゴリー子育て。で、お医者さんが回答しているものがこんな感じでずらっと出てくると。まあ、これ絞り込み検索ですね。 はい。まあ、こういうものがあるとね。その、ユーザーも、まあ、どれにしたらいいのかって悩んで、結局、まあ、どれも選ばないっていうことがあったりするので、まあ、そういう取りこぼしみたいなのが少なくなるんで。はい。興味あったらね、この絞り込み検索とかっていうのも自分のブログに導入できないかなっていうのはちょっと考えてみてください。で、まあ、この、 プラグインの使い方に関してなんですけど、ちょっとこれに関しては今回は割愛をさせてください。なんでね、これを割愛するかっていうと、ややこしいんですよね、正直。絞り込み検索、いろいろと、その、ややこしくて、別になんかそのプログラムとかの専門的な知識がないと使えないかって言ったら別にそんなことはないんですけど、ただ言うてややこしいので、まあ一応画面だけ見せておくとこれですね。まあこれが、あの、設定画面で、まあこ,こからいろいろね、 その絞り込みの条件だとか、そういうものをどんどん入れていくことになるんですけど、まあちょっと、あの、この話をし出すとすごく長くなってしまうので、はい、今回はね、割愛します。で、まあさっきも言ってもらったんですけど、この辺もね、あの、海外製のプラグインなんで、あの、英語なんでやり方がわかるまで大変かもしれないんですけど、まあでもこの絞り込み検索のものに関しては、あの、要望があったらね、また別の動画で解説しようかなと思うので、 もし解説してほしいとかって言いようがあれば、あの、YouTube のコメント欄とかにね、書いてもらえればと思います。絞り込み検索のプラグイン自体は全然他にもたくさんあるんですけど、で、簡易な絞り込み検索でよかったら別のプラグインの方が個人的にはおすすめですね。はい。まあこれより全然、あの、他のやつの方がもっとわかりやすいんですけど、まあでも、 なんだろう実用に耐えられるというか、まあ、絞り込み検索を導入したいとかって思うと、やっぱりあれもやりたい、これもやりたいみたいなことになって結構よく出てきたりするんで、まあ、そうするとある程度複雑なものじゃないと、あの、実際には使えないかなっていうことでこのプラグインを選んだんですけど、はい。でももう全然もっと単純な絞り込み検索にだったら別のプラグインとかもあったりするんで、ま、いろいろと触りながら選んでもらうのがいいかなと思います。まあ、一応ここではね、あの WP カスタムフィールドサーチというものを。 紹介しておきました。で、まあ、最後にこれ言っときたいんですけど、基本的に絞り込み検索って、やっぱ、なんだろう、お金かけて作ることが多いんですよね。まあ、それなんでかっていうと、まあ、一個は複雑っていうのと、あともう一個は、まあ、割と売り上げに直結するようなものなので、まあ、これを、これを、やっぱいいものを作れると、やっぱそれだけで、まあ、それこそ SEO 上がるっていうのも期待できるし、あの、売り上げが上がるっていうのも期待できるっていうことで。 なので、あの、複雑な検索とかね、そういうのをユーザーにさせたい場合は、あの、おとなしく課金した方がいいです。あの、全部を無料でやるっていうのはめちゃ効率悪いんで。はい。まあ、ここまでマニアックなものになるとね。で、あの、有料課金って、有料で売ってる絞り込み検索のやつはもっといっぱいあります。まあ、値段もね、だいぶ幅があって、だいたい3000円ぐらいから6万円ぐらいのものですね。まあ、ただ絞り込み検索をまともにエンジニア発注してね、作ってもらおうと思うと、まあ、10万円以上とか全然したりするので、 はい。まあそういう意味では、あの、6万円ぐらい出しても、別にそんなに高い値段ではないのかなと思います。はい。別に1個のサイトじゃなくてね、他のところでも使えたりするんで。で、絞り込み検索で割と有名なものだと、あの、FE アドバンスとサーチっていうのがあるんですけど、それ6万円ぐらいですね。まあただ6万円のものを、じゃあ課金した方がいいよと。 <laughs> なんかあんまり安易に進めることもできないので。まあ、ほんまにあの絞り込み検索とかね、導入したいんだったら、まあ、ちょっと検討してみてください。まあ、それこそブログの売り上げが月に10万以上とかあるんだったら、まあ、導入してもいいのかなと思いますね。まあ、導入するだけの価値はあるのかなという感じです。はい。まあ、その辺はね、こう、自分のブログで紹介しているものとか、あとテーマとかによって違うと思うので。 はい。まあ、ぜひね、あの、絞り込み検索を導入したら自分のブログで売り上げが上がりそうかなとかっていうのは考えてみてください。まあ、そういうのもね、あの、昔はもう、プラグインとかそんなのも全然なかったんですけど、今はね、割といいプラグインができてるので、いい時代だなと思っています。はい。そして、続いてのプラグインが、ショーアーティクルマップですね。あの、このプラグインに関しては、他の動画で紹介したこともあるし、あとは僕の、あの、ブログライティングの教科書ね、あの、この本の中でも紹介したりしています。 はい。なので、名前聞いたことある人も多いかなと思うし、あとは実際に、ね、使ったことある人も多いかなと思うんですけど。はい。これ何のプラグインかっていうと、内部リンクを可視化してくれるプラグインですね。まあ、内部リンクを可視化って言われてもピンとこないと思うので、サンプルの画像を見せておきましょう。まあ、こんな感じのものですね。はい。こんな感じで、えっ、ー、と、自分の内部リンクとかそういうものを可視化することができます。まあ、一応解説をしておくと、あの、この四角で囲われているものが、 えっと、自分の記事ですね。自分の書いた記事。で、そこから出ている矢印が内部リンクになります。はい。なので、まあ、そのね、記事から記事内部リンクが飛んでるっていうのがよくわかるんですけど、まあ、そういうものを可視化してくれるということですね。で、このプラグインの注意点としては、あの、このプラグインって、あの、公式のワードプレスプラグインではないので、管理画面からインストールできないので、そこは注意してください。なので、ショートアーティクルマップって管理画面で言っても出てこないはずです。はい。なので、 まあそのプラグインをダウンロードできるページがあるので、あのそこに行ってダウンロードしてきて、まあ管理画面からアップロードするっていうことをやってもらわないとダメです。はい。で、まあね、内部リンクを可視化すると何がいいかっていう話なんですけど、そもそもやっぱ内部リンクめっちゃ大事なんですよ。今の SEO で。今の SEO で内部リンクすごい大事です。まあ今に始まったことじゃない。まあ結構前からね。まあそれこそ、まあ7、8年前かな。10年は言い過ぎな気がするけど、まあ少なくとも7、8年前ぐらいからは内部リンクすごい重要で、まあもはや今の SEO って、その内部リンクできてるのは当たり前みたいなとこあるんですよね。だから記事から記事にちゃんと適切に内部リンク貼られてるっていうのはもはや前提。その前提で、まあどういうふうに SEO 対策していくのかっていうのを考えなきゃいけないんですけど。なのでそれができてるのかできてないのかっていうのをちゃんとこう見るっていうのは大事なことなので。まあなので、あの自分のね、こうブログ内の内部リンクを見るっていうことはなかなかないと思うので。まあぜひ一回、あの気になったらね、こういうプラグインで自分のブログ内の ま、内部リンクとそういうものを見てもらうといいかなと思います。あの、こういうもので見て、あの、内部リンクが全然繋がってない記事が多ければ多いほど良くないと思ってください。で、良くない例も見せておきます。はい、これも実際に、えっ、ー、と、動画上がるときには、えっ、ー、と、動画内に画像を差し込んでもらうんですけど、こんな感じね。これ良くない例です。はい、まあ、これが良くない例なんですけど、何が良くないかっていうと、 まあ、真ん中の方は内部リンクつながってるじゃないですか。でも端っこの方、いっぱい記事ありますけど、ほぼ何にも内部リンクつながってないですよね。内部リンクつながってない記事が多いと、こんな感じになるはずです。で、こういうのはあんまり良くないです。なんでかっていうと、内部リンクがつながってない、関連しない記事がたくさんある状態だからですね。まあ、こういう記事が増えれば増えるほど、基本的には SEO 的にはあんまり良くないので、だからこういうふうなサイトにならないように注意をしてください。基本的には、記事同士がちゃんと密にリンクでつながっている状態のブログを作るっていうのが、まあまあ、基本的な考え方ですね。 ま、この辺っていうのがビジュアルで確認できるのが、このプラグインの素晴らしいところですね。まあ、やっぱりそういう話をすることが多いんですけど、あの内部リンクが密に繋がった、そのブログにしましょうって言うんですけど、実際にそうなってるかどうかってわかんないじゃないですか。でもこのプラグイン使うと簡単にこういうのが見れるんで。はい。で、このプラグインもね、あの、全然複雑な設定とかそんなのは不要なので、誰でもすぐに使えますね。あの、ショートコードみたいなのが出るんで、それを固定ページとかね、貼り付けでやると、その固定ページを見ると、こんな感じで内部リンクを見ることができます。 はい。ただ、この、あの、ショートコード貼り付けた固定ページっていうのは、外部公開するものではないので、あの、非公開にすることをお勧めします。あの、非公開にしといてもね、あの、管理者である自分は見ることができるんで。はい。他のユーザーに、まあ、アクセスされて、困ることはないと思いますけど、ただ見せれるようなもんじゃないんで。はい。まあ、興味あるよね。使ってみてください。ということで、マニアックなプラグイン紹介してみました。一つ目がイメージボーターマーク、二つ目がファイルバード、三つ目、リメンバーミーコントロール、四つ目、ワールフェンスセキュリティ、 で、5つ目が、サーチメーターですね。6つ目が、WP カスタムフィールドサーチ。7つ目が、小アーティクルマップです。はい。まあ、興味あるプラグインやったらね、ぜひ自分のブログでも使ってみてください。あの、冒頭でも言ったんですけど、別に今回のものっていうのは、なんかみんなにおすすめっていう感じではないです。あの、全然おすすめではあるんですけど、ただ運用によって違うし、あの、最後のね、プラグインとか別に内部リンク可視化しないわ。そんなん見ても。 なんかすることないしっていう人もいると思うので、あの、そういう方は別に入れなくていいのかなと思うので、まあ必要なプラグインというか、面白そうなプラグインやったらぜひぜひ入れてみてください。で、まあこれで動画を終わろうと思ったんですけど、あのね、最後に削除してもいいプラグインに関してもちょっと言っておこうかなと思います。まあ今回はね、あの、紙プラグインということだったんですけど、あの、最後に削除してもいいプラグインということで。あの、で、何かっていうとですね、あの、デフォルトのプラグインですね、ワードプレスを インストールして使える状態にすると、最初から入っているプラグインあったりするんですけど、そういうものでいらないものがあったりするんで。で、マックスというか、あの、一番いらないプラグインはハロードリーですね。あの、これ多分ワールドプレスを始めた人全員が、このハロードリーなんだろうって最初に思ったと思います。僕も思いました。多分全世界の人、何十万人、いや、何百万人が思ったことでしょう。ハロードリー何で、ハロードリー何かっていうとですね、あの、管理画面に、 あの、洋楽の歌詞がランダムで表示されるようなプラグインなんです。まあ、わかりますよ。えって思ったじゃないですか。何それって思ったじゃないですか。そうなんですよ。何それだし、あの、全く不要ですね。あの、何に使えるとか、そういうのもないと思います。はい。もしかしたら、なんかすっごい深いあれがあるのかもしれないけど、別にいらないです。全然いらない。なので、有効化する必要はないし、あのー、とりあえず最初に波動通り消すっていうのは、 なんか、やってもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにハロードリー見てみましょうか。どうなるかって。これ有効化しておくとどうなるか。有効化したことない人も多いと思いますけど、ね。はい、有効化するとこんな感じで、えっ、ー、と、洋楽の歌詞の一部が出ます。更新すると、これが変わります。ちなみにランダムで変わります。 いりません。全然いりません。ブログ運営には全く必要ないので、まあ消してやってください。はい。あともう一つ、えっ、ー、と、よくデフォルトで入ってるのが、あの、アキスメットアンチスパムですね。まあこれに関しても、あの、デフォルトで入ってるんですけど、まあでもブログ運営でコメント機能を使わない人も多いと思うので、まあ全然、あの、消すんだったら消してもらってもいいのかなと思います。あの、所有利用有料なんでね。 だから、アフィリエイトとかそういうので、まあ、収益化をしていこうと思うと、所有利用になっちゃうので、まあ、そういう意味でも使えないので。まあ、スパムコメントとかね、そういうのを拒否したいんだったら、他のプラグイン使ってやる方が無難なのかなと思うので、まあ、アキスペットに関しても、まあ、使ってるんだったら全然、あの、使ってもらっていいし、あの、課金してる人も多いと思うんです。いると思いますけど、まあね、別に。はい。まあ、コメント機能いらないんだったら、そもそもスパムコメントのプラグインなんていらないので、はい。まあ、これね、削除してやってもいいのかなと思います。はい、ということで、 えっと、今日の動画はこれで終わりなんですけど、最後に、えっ、ー、と、お知らせというか、宣伝ですね。2022年11月18日に、初著書ブログライティングの教科書を出版しました。今までになかったブログ記事の書き方に特化した本になっています。17年のブログ経験を凝縮したブロガー、ウェブライターにおすすめの一冊になっています。全国の書店、アマゾンの楽天で買うことができるので、まだ買ってない方はぜひお買い求めください。ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。 ブログのノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する FEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。Remember Forever なんてロマンチックないような言葉。あ、これ多分ね、書けてますよ、それ。あの、海外そういうの好きなんで。 Remember forever. 多分、そういうのかけてます <laughs>。普通に多分そういうのとの家け言葉で面白いやろみたいな感じで来てると思いますね。いや、わかんないけど。いや、作った人次第ですけど、そんなの。